東京駅の中にあるこちらのファンタジーショップ by メルメゾンここですねめちゃくちゃいいんですよ是非ですね前浜駅に向かう途中とか帰りにですねちょっと寄ってみてください今のおっきいミッキーとか入り口にでもですね今ここ限定でしか買えませんよというグッズが置いてあります私はこの一番左のミッキーのスリッパ買いましたこのなんかレイアウトもですねめちゃくちゃいいんですよねこの家で使ったらもうテンション上がりそうなコップとか このキッチン用品とか置いててるしぬいぐるみもですねこれ抱き枕みたいな感じでこれめっちゃこれかわいいんですよねで一番奥にあるこちらの部屋もうザ・ディズニーって感じの部屋で <laughs> いやもうこの布団でね車ってゆっくり寝たいって <laughs> 思いますで私はこの左側のチップのなんかネックボンみたいな欲しいなと思ったんですけどちょっとどこに売ってるか分からなかったんで今回は買わなくて帰りましたお部屋の中もこれこんな感じで私も飾れたらめっちゃいいなと思ってでこの時計もねいいと思ったんですよ ただこれを買って帰って会社に置くと怒られるなと思って、とりあえず今回はこの今の手袋ですね、あれを買いました。携帯用品とかもこんな感じで置いてあるし、これはですね、ここ限定で置いてあるアイテムになります。で、このボトルとかもめっちゃいいんですけどね、ちょっと値段が高かったんで、まあ、どうしよっかなと思いました。こちらが携帯のストラップとか、そんな感じで、こちらも女性用のバッグとかもですね、結構おしゃれな感じであります。 洋服もこんな感じで置いててですね、いいなと思いながら、あ、ミッキーとミニ、ミッキーって <laughs>。あんなとこにちょろって隠れてるですね、隠れミッキーじゃないですけど、あったり、こうお子さん用のこんな手袋もあったり、このプーさんのぬいぐるみもですね、やっぱりあの、なんか白い、ディズニーストアの中にあったんですけど、まあ、白いプーさんよりはやっぱり私は黄色いプーさんの方がいいなと思いながらですね、まあ、ショップの中も、ああ、この茶碗めちゃいい、このミッキーとミニーのセット、奥さんとセットで持ってたら、 テンション上がるなと思いつつこのプーさんのやつもいいなと思ったんですけど取っ手がついてるんで車のドリンクホルダーに入れないんでちょっと今回は見送りました店内もこんな感じでおしゃれな感じの絵が至る所にこうやって飾ってあるし今今度あるですねおひな様もあったんで私はですねそこで買い物をしてその先にあるですね私いつも立ち食いうどんというかそばというか。 あるんですよねそこでですねまあいたいつもご飯食べていることでじゃあ失礼しますということで今回ですね食べたのはこちら500円のカレーライスカレー500円ですよめっちゃ安くないですかっていうことでただですねちょっと立って食べなきゃいけないところもあったりするんですけどめっちゃおいしくてお腹もいっぱいになりましたということでこれでですねいやこんな感じここここですよこの曲がり方のところ <laughs> 食べ物屋さんがこっちで ベルメゾンのディズニーファンタジーショップがあそこです。ということで動画ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。<laughs> バイバイ。